皆さんこんばんは、しゅうです。今日はね、この前ちょっと言ってましたラドーこちらをちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、あのー、ラドーは何回かね、あのー、コンテンツに上げていると思います。で、毎一度こういうね、ちょっとまあ、ヴィンテージと言いますか、多分1970年代ぐらいのものだと思うんですけど、このパープルガゼル。で、ゴールドウォッチのコンテンツでこちらのラドウですね、これゴールデンホースですね、いうものを やって、その後に、あの、スノーフレークのやつをやりましたね。いう形ラドウがね、僕、まあまあ好きで、なんでかっていうのがよくわかんないんですけど、昔、高校の時の同級生、まあ一番の僕の親友なんですけども、彼がおじいちゃんの時計か何かで、ラドをつけてたんですね。で、この、まあ、怒りのマークがついてるのを覚えていて、あの、 その時にラドを多分一番最初に見たんだと思うんですよね。多分こういうタイプのね、ブレスレットのやつだったと思うんですけど、それがその何何ホース、まあ名前があると思うんですけど、そういうものの何だっていうところはね、全然見てなかったし覚えてもないんですけども、その時ぐらいからラドっていうのは知っていました。で、あの、まあ、昨今のああいうラドの セラミックのなんていうのてうかなうーんかなりこうエレガントなタイプのね、ものっていうのは、僕のあまり好みではなくて、あのそこに目が行くことはなかったんですけども、ラドの古い形のものはちょこちょこあの見たりはしてるんですよ。で、この前たまたまこれを見つけてね、これはちょっと面白いなという形で、こういう形になったんですけども、 あの今日はこのラドをね、ちょっとご紹介したいと思います。その前に、今日ね、ショートでね、これかな。6694ですね。ちょっとがっつり近づけていきますけども、これ。あの、ショートのコメントに外国人の方ですかね。うん。フェイクだっていうコメントが来たんですよ。あのね。 そういうこと言う人ってこういう、まあなんていうのかな。よく見てください。見てもらっていいですよ。絶対そうじゃないので。まあ皆さんにはキャリバーとかもね、お見せしたことあると思うんで、あれだと思うんですけども、僕のチャンネル登録していただいたり、見ていただいている方ね、そんなことを言う人いないと思うんですけども、たまにね、そういうコメント来るんですよ。あの、人のこういうレビューとかを見て、なんか文句言う人っているでしょう あれ僕ね、めちゃくちゃ腹立つんですよ。あの、人のレビューを見て、参考にするくせに、も文句しか言わないのみたいな。あの、意見だったらいいんですよ。僕はこんな風に思うけどなとか、そんなん全然いいんですよ。僕だってそれで勉強させていただいてるし、人によって捉え方は違うと思うんですけども、一度ね、サンマーティンかなんか、まあ前のね、一番最初の時の僕の動画の、こう、 クオリティと言いますか今もそんな動画のクオリティなんかないですけど、あの画質であったりとかね、いうので、あの時計の価値が下がるよみたいなことを書かれたことがあったんですよ。あの、まあのまその時の僕のねビデオの撮り方も悪かったし、実際そのピントがすごく悪かったりとか、画質がすごく低かったりとかいうこともあったんですけど、いや、それを書くんだったら、ね、自分で買って、 か、変えようっていう話でね。なんかそういうところがね、僕こういうのをすることにあたって、いつもちょっとこう緊張する部分であるんですよね。でも、はっきりと答えさせていただきますので、あの、そういう意見とかはね、ガンガン言ってもらって全然結構です。あの、僕も勉強させていただいてるし、あの、この前もね、たくさんいろんなコメントいただいて、そこから僕も勉強させていただけたりとかするので、そういうこと全然あの、 あのウェルカムなんですけども、文句言う人っているでしょうこういうコンテンツってね。なんかそのいろんなこうバズった動画見て逆再生だろうとかね。なんかそういうネット民の人って寂しいやついっぱいいてますよね。あのー、そういうコメントはかっちり、えっと、正直にきちっとお答えさせていただいて、え削除させていただきます。あのー、ね、それを見て、 僕のことを楽しんでいただいている方の気分を害したくもないし、僕も皆さんのお役に立ちたいと思って、楽しんでほしいと思って、一生懸命僕、素人ですけども、頑張ってるつもりなので、それについて、こんな風に撮ってみてはいかがですかとか、全然嬉しいんですよ、僕。全然わかんない人なんでね。 ただ、それを文句しか言わないような人っていうのに、僕は、あの、そういう自分のコレクションを見せるつもりもないし、共有しようとも思わないので、そういうことは、こう、かっちりね、今後もきちっと対応させていただきたいと思います。で、あの、まあまあまあ、こんな感じね、今日669のことしてって言われたんで、めちゃくちゃちょっと頭に来たんですけど、今日はね、こちらやっていきます。これ、ゴールデンホースなんですね。で、これ、パープルガゼルってやつですね。ただ、このゴールデンホース、これ、現行モデルのね、近いものになるんですけども、これね、 なんていうかなちょっとでかいんですね。なので僕がショートでこれをつけてる動画がほとんど上がらない理由は少しやっぱりケース系が大きいっていうことでちょっと気になるのでつけなくなってまして。で、まあこの、これに関してはね、この前一生懸命自分で直したっていうことを言いましたよね。今これ止まってますけど。まあこうやって普通にこうやって動き始めるんですね。振ったら。うん、これパープルガゼルというね。 やつなんですけどあのラドっていう、まあこれちょっともどけていくんですけど、ラドっていう会社、どういうブランドなのかというとこなんですけどね、あのラドは1917年に創業したブランド、まあスイスで創業されているブランドらしくって、あのラドで一番有名なこうラドがどう言われているかっていうのは、マスター・オブ・マテリアルっていうふうに言われているそうです。いわゆる素材の巨匠と。 言われてるみたいで、まあそうですね、ラドってこういうセラミックとかのね、あの素材を使ってるものが多かったりとか、そのセラミックがすごいカラフルな色になったりとか、あとはすごく有名なね、あのダイヤスターですね。めちゃくちゃ高度の高い、硬いやつで、えっ、ー、と、スクラッチプルーフっていうのを世界初で販売したブランドですね。そういうところも含めてラドはね、こう、まあ今スウォッチグループの傘下ではありますけども、 なかなかこう面白い立ち位置のブランドかなと思うので、で、こちらね、えっとね、うんと、1917年に創業したのがこのラドウ。で、1957年にゴールデンホース、グリーンホースっていうのを発表します。まあ一番有名なね、やつがそのゴールデンホースと先ほど見せたやつ。でもまあゴールデンホースだから全部金じゃないんですよ。 全然、ね、普通のシルバーのステンレスのモデルでもゴールデンホースってのはちゃんとあるので、あの、そういうものがゴールデンホースって言うんですけども。で、1962年、1962年にラドーのそのダイヤスター、あの、ちょっと変わったこう、な、あれ何型 なんかちょっと変わった形のやつですよね。まあ、ここにちょっとね、今、バーっと写真が出てくると思うので見てもらったらいいと思うんですけど、この辺にブワーっと写真が出ると思うんですけどね。で、そのライアンのダリ、えー、ラドーのダイヤスター、スクラッチプルーフのモデルを発表します。で、次、1962年にキャプテンクック。 キャプテンクックも非常に有名なダイバーズウォッチですね。今、あの、復刻版が出ておりまして、えー、復刻版で昔のヴィンテージに沿った復刻版と、えー、今のマテリアルを使った、えー、っと、キャプテンクックを発表しています。いうことで、あの、ラドは、スウォッチグループの参加になってしまってはいますけども、もともとは世界大戦後に、えー、っとね、 時計のキャリバーを作る世界でもかなり有数の会社ではあったんですね。ただ今は自社製ではなくて、こちらの方にも ETA、エタ社が積んでいます。という形で、今はね、こういうマテリアルとかの開発をね、頑張っていらっしゃるブランドとは思うんですけども、こちらの方が、ラドーのハイパークローム36というやつです。これレディースなんですね。なんですけども、あの、わざわざレディースなのは、 ベンズになるとどうしても40ミ、mm、リ、42ミ、mm、リってなるので、ちょっと僕は大きくて、ちょっと微妙なので、こちらの方にしています。で、ケースが36ミ、mm、リ。で、ケースの厚さが10.4ミ、mm、リ。ウォータープルーフは50メーター。キャリバーは ETA の2681を積んでいます。で、このマテリアル、素材ですね。セラミックなんですけど、これハイテックセラミックっていうものを使ってて、 バタフライのバックルはチタニウムを使っています。なので、あの、傷が本当につきにくいということを、まあ言ってるものになるので、自分もつけていって、どのぐらい傷が本当につかないかっていうのをやってみようと思っています。あの、僕時計つけてって、あの、もちろんその水とかね、ヴィンテージとか水がかからないようにとか注意はするんですけど、ガンガン手が当たったりすること、僕は普通にするんですよ。 で、あの、時計って僕、道具の一つだと思ってるし、昨日もちょっと言ってましたけど、昨日一とついかな言ってましたけど、傷がつくことも自分の歴史の一つだと思ってるので、あんまりそういうこと気にはしてないんですけども、これがね、果たしてどのぐらいその傷に強いかっていうのはね、またたまにちょっとレビューなんかしながら見ていきたいなと思います。で、こういうのはバタフライバックルがついてるんですね。よいしょ、こうかな。 こういう感じ。で、よく、ここ。バックルのね、ところに一番傷ってつきますね。ここですね。まあ、要はこういうふにするからなんですけども、こういうところ。僕は、あの、パソコンの仕事ではないので、あの、なんていうかな。こういうふうにね、腕をして、こうこをするっていうことはしないので、特にこういう仕事をされる方は、時計をつけると、こういうバックルが一番、やっぱり傷が一番つくと思うんですね。で、サファイアクリスタルなので、そういう、まあ、もここのね、 サファイアに関しては傷がほとんどつかない。相当なことがない限り傷はつかないと思いますけど、こういうところはね、どうしようもなく傷がつくと思うんですね。なので、そういうところもちょっとね、検証を含めてちょっと使っていこうと思っています。で、ちょっと遠目から行くとこんな感じ。で、こちらの方のサイドにこういうね、これステンレスみたいなんですけど、 これにゴールドのプレートのやつがあったりとか何種類かちょっとあるようです。男性の方のはこちらの方はゴールドだったかな。で、クラウンも多分ゴールド。で、文字盤のバインデックスもゴールドとか何種類かちょっとねあるみたいでこちらのモデルに関してはもう多分ね、販売がされてないのかもう前ちょっとモデルになるのか <laughs> えっと、えー、そういう形でちょっとこう見つけにくいモデルにはなっていました。うん。なんか結構 があるのかなちょっと待ってくださいね。なんかちょっとごめんなさいね。よいしょ。うん。この間ちょっと近づけていきましょう。こんな感じですね。真っ黒。バイインデックス。で、周りにこういうちょっとね、うん。こういうね。 ものが入っていて、日付が入ってて、オートマチックラドーすごくシンプルな文字盤ですね。こういう感じですね。で、クラウンもこの黒。で、ラドーのこういうマークが入っていると。で、裏がバックスケルトンで、このハイパークロームという名前が入ってますね。で、こういうね、スクリューバッグではなくて、ネジ止めのこういうケースバッグでございました。こんな感じ。 こういう感じですね。うん。こんな感じ。どうですかね。なかなかね、綺麗かなと。ただ、あのー、パッと見てもね、お気づきの方がいらっしゃると思うんですけども、これ 36mm っていうケースなんですけども、このね、えっと、ブレスレットがやっぱりちょっとね、こうすると 16mm。 16.5とかだと思うんですけどね。で、このバックの部分が、よいしょ、まあ 15mm っていう形で、少しテーパーしてるんですけど、その辺やっぱりちょっとね、メンズのものにからすると、少しやっぱ細いかなとは思います。ただ僕は、もうヴィンテージに慣れてるので、この辺の細さはね、全然気にならないですね。ヴィンテージの バックルとは14ミリとかがやっぱり多いので、16から14とかね、10まあ、16、17ぐらいから14とかが多いので、まあ、全然気にしてないですけど、このケースサイズめちゃくちゃいいです。で、昨日、えー、僕の,あのこの前の、えっと、スパイダーダイヤルのやつのコメントにある方が、 あのつけてらっしゃる時計、レディースなんですけどねっていうコメントをいただいたんですよ。あのすごく気に入ってらっしゃって、ピンク、サえ、ピンクって言ったかななんかすごくね、色が綺麗なんだそうで、エイジングしてきて、あのいいんですって気に入ってて,って、まあ、レディースなんですけどねっておっしゃってたんですけども、あのレディースメンズってこうなると、やっぱりこう、レディースはレディースの時計でちょっとなるんですねあの。ちっちゃい、本当にこんなね、 あのもう本当になんか細いやつはダメだと思うけどこのぐらいのサイズ感っていうのは僕男性女性関係なしでいいと思うんですよねあのグライシンとかはユニセックスって書いたりするんですよ 40mm 以下のモデルに関してはユニセックスモデルって書いてるんですよなので3 9でもユニセックスって書いてるのでそういう感じであまりこういう,こうメンズなのかどうのこうのとあんまり気にしなくてもいいかなと思いますただレディースで売ってる現行モデルを 男性の方がつける場合に、一つだけ注意っていうのは、ブレスレットの長さ。これね、7インチまで対応してるんですよ。で、僕6.5インチなんですね。で、一応そういうふうに書いてたんですけど、僕これ、ふと、僕で、コマを一つ、え、二つかな取ってます。両側二つ、一個一個取ってちょうどいいぐらいなんですけども、その最大の あの腕の大きさっていうかな、腕周りの、手首を周りの大きさっていうのは表示されてると思うので、それなりのブランドは表示されてるので、レディースで3 6ミリみたいなものを男性がつける場合は、そういうとこきちっとチェックしていただいて、買わないと,、えっと、もしかするとブレスレットが短いとか、かなりこうピチピチになってしまうってことがありえます。 で、メンズはね、絶対それがないと思いますけども、僕ら、僕なんか特にアジア人ですから、外国人の方みたいにグッとね、あのしっかりした腕をしてるわけではないので、それは大丈夫だと思うんですけど、レイズに関しては、そういうことがあり得るので、そういうところはちょっとね、あの注意して、あのブレスレットの長さが大丈夫なのかとか、いうことは見てもらった方がいいかもしれないですね。レザーストラップだったらね、 まあまあ変えれたりするので、あまり関係ないかなとは思いますけども、こういうね、ブレスレットに関してはそういうところもちょっと注意していただく必要があるかなと思いますね。ちょっとつけていきますね。よいしょ。よいしょこんな感じです。どうですかあのね、もう大きさ最高。 バッチリです。めちゃくちゃいい。うん。あの、もうこうやって見た感じとかもう最高の大きさなんですよね。ただ、横から見たとか、こういうとこに、こういう風うに見た時とかっていうのは、多少やっぱりちょっとね、このブレスレットは細めだなという感じはします。します。ただ、そこまで僕気にならないかなと思うので、 あの手首の細い男性の方とかで僕くらいのね16.5センチとかの方はこういう感じの選び方も面白いかなと思いますであのねちょっともうちょっと近づけるとこね横にするとねこんな感じでここにシルバーが出てきてめちゃくちゃ綺麗でしょこれがセラミックの輝きなんですよねあのー、セラミックでもう一つ有名なのはシャネル シャネルもね、セラミックのモデルがありますよね。あれも、僕、だいぶ前に一本ちょっと持ってたことがあるんですけども、シャネルのね、このセラミックよりも、こちらの方が僕はね、軽い気がします。シャネルのやつも、こういうバタフライのバックルで、パチン、パチンとこうね、ちょっとこうバネみたいなが入ってるようなね、やつだったんですけども、もう少しね、なんか重い感じがしました。こちらの方が、えー、これはまあ、入って、 セラミックっていうことなんですけどもあの少し軽く感じるかなという気はちょっとねしますこんな感じなかなかねあのいい感じですねうんなのでガンガンちょっと使ってみてねあの傷が本当につきにくいとかいうのねちょっと検証してみたいなと思いますこんな感じなかなかでしょあの そういうコメントでレディースをつけてるんですけどねって言われたりするんですけどこの前いただいたんですけどね僕全然 OK だと思ってるしあの時計は自分の自由で選ぶものなのでクォーツだろうが自動巻きであろうがレディースだろうが何であろうが僕がかっこいい自分がかっこいいと思ったらそれが一番かっこいいんですよなのであの僕みたいな腕細い人間がこれパッと言ってこれレディースなんですよって分かる人がいると思いますか普通に。 僕は思わないんですよ。時計好きの人からすると、あれ、これってレディースなんですかって言う人いると思いますよ。時計知ってる方は。普通に一般的に見て、あれって思う人はいないと思うので、そういうとこはね、僕は全然 OK だと思ってるので、気にせず楽しんでいきましょう。で、もしこのラドのこういう、まあ、この何、ハイパークロームをご購入を考える方がいらっしゃったら、一つだけ注意点があります。これね、 まあ、叩き込みのピンなんですね。で、あの、スクリューでも何でもないんですけども、この真ん中にチューブが入ってて、それを圧縮して、ここのつなげるを作ってるんですけども、これね、ちょっとわかりますかね少しね、これ V に斜めがになってるんですよ。わかりますかねこれまっすぐのピンじゃないんですね。なので、あのー、取った時に、少しね、入りにくいです。 斜めにこういうに刺していかないといけないので、少し入りにくいので、僕は、まあ、こういうね、工具を使ってるんですね。まあ、ここにこういうふうにこう出てきて、ここにこうやって、まあ、カン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 とするようなものなんですけども、これベルジョンなんですけどね、これはね。こういうものがあった方がいいと思います。あの、ちょっとね、少しだけその、 僕もちょっとだけあれなんで入らないかなと思ったあこれだなんなんか斜めに合ってるんだなと思ったのでそういうところちょっと注意かなとでまあ僕はこのベルジョンのこういうのを使っててまあこっちで最初叩くんですけど最後ねブレスレットに近いとかこ,この柔らかい方でこう叩いていくということをやってるんですけどもまあこんなものもちょっとずつね今後皆さんもあったら面白いかなと思うのでぜひおすすめしたいと思います 今日はこんな感じ。最初ちょっとね、669のことであんなことをちょっと言いましたけども、あのー、僕は結構はっきりした性格してるので、嫌なことは嫌と言わせていただくと思うし、本当に嬉しいことは全てきちっと誠意を持ってお答えしたいと思いますので、まだね、何でもいいので、よかったらコメントをお残しくださいませ。今日は、ラドウ、こちらの、えー、ハイパークローム36。 こちらの方を皆ささんと一緒に見させていたた。だきましたあのオメガとウスウォッチのムーンウォッチがねまたすぐにレビューできると思いますので、えー、またよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今後も頑張りますのでまたよかったらご覧になってください今日はこちらちゃんとラドーのハイパークローム36こちらを皆さんと一緒に見させていただきました、えー、また次の動画で お会いいいしたいと思います。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。さようなら。